よろししくお願いいたしますす製作所です本日はです、ね、プラのプロダクトの話だけではなくそこに至った思いの方も聞いていただきたいと思っておりますまず簡単に会社紹介をさせてくださいともや製作所はライフスタイルカンパニーとしてインテリア商品の販売だけではなく飲食事業や工務店事業キャンプ場の運営など大きく分けて6つの事業をしている会社ですですがもともとはネジやカーテンフックを製造する町工場でした ちょうど和室文化から洋室文化に変わる中で、私の祖父が鉄製のカーテンフックの製造などで成長しましたが、1995年あたりからですね、プラスチックの安い樹脂製のカーテンフックが海外から入ることによって需要は激減。30名いた従業員も2004年にはですね、たった5名になると。 で債務超過ということで売り上げもきれいな右肩下がりになっておりますいわゆる限界町工場と言われる状態になっていましたもともと家業をつく気は絶対なかった私は高校大学大学院とアメリカに行っておりまして大学院を卒業後、えー、現地の商社で働いておりアメリカで順風満帆な生活を送っていましたそんな折ですね私の母から一本の電話がありました、えー、父親が倒れたという電話です まあその時ですね、元気よく働いてたかっこいい父親の姿や、幼少期に私が後継ぎ後継ぎと呼ばれていたことなど、すごいいろんな思いが錯綜してですね、一つの決心をいたしました。それが、親父と一緒に働きたいという気持ちです。ところが、病から回復した父は入社を大反対。 アメリカまで行かせてせっかく未 b まで取らせて何で町工場に入るんだというのが彼の意見だったんですがどうしても入りたかった私は父を説得し3つの条件を飲んで会社に入りましたそれがですね既存の事業ではなく新しい事業を起こすこと半年以内に結果を出すことさらに元手は10万30万円そこで私が取り組んだのが装飾性のあるカーテンフックの製造です 今までは隠していたカーテンフックを見せるというカーテンフックにしデザイン性を加えて問屋に持ち歩きました結果は全く相手されませんでしたメーカーである私たちが問屋に持って行ってもですね全く相手されないとシャッターが降りたというか簡単にはないんですが僕はものづくりを諦めましたそこで僕がやったのが中間業者を省いたインテリア商材の輸入販売です 海外のメーカーから商品を買い付けカラーズというブランド名を付け一人でトラックに積み込み日本全国を安揮し半年で結果を出しましたその後インターネット通販に移行し今では商品点数約4万点に迫るように順調に推移しておりますまた全てがつながっている6つの事業をすることにより事業を多角化に展開しカフェ事業工務店事業レンタルスペース事業メディア事業などブランディングにも注力 作ることを諦め売るということに振り切った結果売り上げも20倍従業員も140名以上おりますそんな中私たちの当ビルやカフェにたくさんの人が来ていただくんですがここで予想外のことが起こりましたそれがインテリアやデザインよりもお客様が注目するものがあったんですそれは工場の隅で動いていたカーテンフックの工作機でしたこれを見た時に立ち止まって考えるきっかけになりました ともや製作所という名前なのに何も作ってなくていいんだろうか。僕たちがこれから作る価値って何だろう未来につなぎたいことは何だろうそこで僕は一つの決心をしました。ものづくりをもう一度。ものづくりをもう一度といっても、針金製品をまた作るのではありません。ともや製作所には新しいものづくりのために活かせる武器がありました。工作機そのものを作る鉄の高い加工技術。 多角化したことによりたくさんのクリエイティビティあふれるスタッフが入ってくれたことですなのでデザインを私たちのクリエイティビティあふれるスタッフがしそれを今までの機械工が作るというビジネスを立ち上げましたそして今回さらにその体現する商品を作ってきましたそれがブラッシュアップですブラッシュアップは6種類の放棄としりとりですコンセプトは作る人のための掃除道具 新しいものを作るには物理的にも心理的にも空白が必要です頭を整理しアイデアをブラッシュアップすることで身の回りを掃除するための掃除道具玄関ワークスペースデスク本棚など6つのシチュエーションに対応するもの例えばこのトライアングルはこういうふうに玄関に置いていただいてカチッとはめてまた置いておけるこのようにブラッシュアップは全ての製品が直さずにそのまま置いてインテリアアアイテムとなるようになってますまた缶は 書斎でこういう形で使っていただいた後、ゴミ箱としても使っていただけます。この独特のフォルムも当社が培ってきた技術がないと作れないデザインです。どうでしょうか掃除がワクワクしてきましたでしょうかそれがこれからのものづくりだと思っています。掃除を楽にする掃除道具ではなく、掃除がしたくなる掃除道具。安いから買うのではなく、欲しいから買う。さらに、これらのデザインには高い技術がないとできません。 このコンセプトが認められまだ販売4ヶ月が国内外のたくさんのショップに提供されていますなのでまとめますと祖父の時代で作るを極めた時代から私がものづくりを諦め売ることに特化した時代実はものづくり会社が一番苦手なのはこの売るというところなのですが2018年にものづくりをもう一度で作ると売るを組み合わせたことでさらにともや製作所を成長いたしましたでもまだそこまでで終わりません のりをその先へ私たちはオープンファクトリーとしてものづくりの現場を見せる取り組みを行っておりますこちらでブラッシュアップの工程などを見ていただくことによってその商品の良さをさらにお客さんに知っていただきファンになっていただくとと,ともに職人のモチベーションを上げる運動を行っておりますまたそれを個社ではなく州ということで地域の企業と組83社が 加盟するオープンファクトリーイベントファクトリズムをプロデュースしものづくり企業の高さをたくさんの人に証明していっておりますまたさらに自治体として万博に唯一出展している八尾市のものづくり企業を取りまとめ展示空間設計などともや製作所が行います万博を契機に地域のものづくり主張を海外に展開していきます描く作る見せる売る全てをするのがこれからの製造業だと思っております 今回のブラッシュアップは私たちのものづくりを体現するプロダクトです。ブラッシュアップ、どうぞよろしくお願いいたします。